土星とか、うん、だから名脇役みたいな人って、うんうん、いうのはママはどっちかっていうと、うん、なんか主役みたいな人はちょっと自分には合わないなと思ってそれだったら脇にいるんだけどなんか存在感があって、うん、でなんかそのなんだろう時には主役を食っちゃうこともあるみたいなみたいな人がいいなって思ったんだけど、うん、それだとなんか分かりにくいって言われたから、うん、じゃあ分かりやすく言うにはじゃあどうしたらいいのかなって言ってて、うん、例えがあった方が分かりやすいのかなって思ったのねでその例えっていうのは例えば、うん、本当に分かりやすく言うと春夏秋冬で言うと春みたいな人もしくはカレンダーで言ったら10月みたいな人でももう10月と春で全然季節違うのだけどなんか通じるものがあるじゃんそして言ってたらパパがじゃあ惑星で言ったら土星みたいな人って、うん、そういう例えが分かりやすいってことって言ってて、うん、だどんどん分かりにくくなってきて分かりづらいって言われてますよでどんどん分かりにくくなってるよって言われたからじゃあ、うん、アニメのキャラクターとかで言ったら分かりやすいって言い始めて2人であのスラムダンクだったら誰っていう話でめっちゃ盛り上がってましたそうそうスラムダンクで言ったら、うん、ママはミッチーみたいな人なんだけど、うん、伝わるかな見てくれてる人ちょっと難しい話だなだんだん分かりにくくなってるカオスすぎますミッチーほ主役やろほぼって言われてますけどいやあんな名脇役いないやろメガネくんじゃないのあわかるわかるルカはあルカはが好きっていう女の人苦手なんだよね女って言ってるルカはダメなんだなんでだってあんなのバスケで成功するのも約束されてるやんうんそうじゃないんだよねそういう名脇役じゃないの、うん、でもスラダンはさ花道がいてルカワがいてって感じじゃん、うん、そうなんだけどねそういう話あうちの姉貴はルカワ推しでしたああああああゴリはあリョウタはあリョウチンも、ね、いいんですけど、うん、違うんだって違うんだよねなんかちょっと弱いところがあったりする人の方がいいじゃないか克服したみたいな人の方あねえのちゃんむずいなむずいってでもワイもミッチーが一番好きってでしょうでしょうそうだよねわかるわかるひなたん自身も名脇役狙いってこと全然そんなことないです私自身は迷惑役になりたいけど、うん、なんか主役より迷惑役の方がなんか難しい気がするよねうんね、うん、やっぱ長くやるっていうのが一番難しいと思うのでてか脇なのに目がつくってすごいよね、うん、じゃあロン君はどんな人ロンちゃんはもう超ド級の主人公だよNBTI ENFJ 土線です土線土センターですセンターしか立てないそうそういう人だよそうなのロン君は親バカだってロンちゃんに会ったらもうそうな分かりますぜひ会ってくださいうちのロンにフフフフ今日は
あれです、あざとい女子探偵団が更新されています。すいません、まだ見てません。はい、見てください。あとこのあと11時からは日向祭りウォッチングが始まります。みはちゃんや、みはちゃんママの一押しみはちゃんや。ずっとみはのこと好きだもんね。そう、もうママリンはね、顔が超タイプなんです。わかる、本当に。ほら最初の頃さ、JA のさ、なんかみはちゃんの映像のなんか CM あったやないですか。あのまだ前髪がない頃のみはちゃん、ま、あもうね、あの頃から超大好き。子さんぶってます。私の母親がみはの子さんぶってます。そしてさ、性格がまた良いっていうか良すぎるんだよ、みはちゃんは。ねえ、ほんとにって言って子さんぶってます。うちの母がみはちゃんちゃんね、お母さんもいい人なんだよって言って、お母さんと喋ったことあるアピールしてます。ロンピーは誰が好き？ロンピーはひなちゃんのこと好きだよね。ロンちゃん、そうだよね。あ、じゃあそうですね。あと今日は頑張ってインスタグラムを3投稿もしてしまいました。いいねとコメント待ってます。ぜひチェックしてください、お願いします。明日絶対に浴衣の写真をアップするって心に決めてたから、そう、それまでにあげたかったんだ。連投助かる、よかった、ありがとうございます。連投、あ、連投。なんか母親がなんか最近なまってるらしくて、何なんだっけ、毒ダミだ、毒ダミ。え、これどう思いますか皆さん。毒ダミって毒ダミっていう発音で合ってますよね。でも、え、毒ダミでしょ。ひなたん派、ひなたん派の人、はーい、なまってる。ひなた派って、ひなたんが合ってる、ありがとうございます。母違う、いちごでしょ、いちご、卵、いちご、カレーはよく言うね、はい、毒だね、違う、毒ダミだよ。カレーそっちじゃないですよ、カレーライスの方のカレーです。カレー食べる、カレー食べる、今日の夜ご飯はカレー、カレーライス。でもカレーライスはカレーライスなんだよね。そうそう、だからカレーってイコールで全然つながんなかった、びっくりしちゃった、びっくりしちゃった。エチゴン、エチゴン、エチゴンはエチゴンです。はい、エチゴンはエチゴンです、本当に。うん、あなたがストーリーに載せてたヒンスのリップ買ってよ、めっちゃ良かった、あれめっちゃいいですよね、私も使ってます。はい、ママさん、毒ダミのアクセントで村上って言うのかな、言わないよね。村上でしょ。うん、村上。うん、じゃあなんで毒ダミは。毒ダミ。絶対いないよ。お、恐る恐る。誰かが来た。なんで、あ、毒
ザミの話、蚊に刺された時にもみもみして汁をつけたら痒みが引いたって話かな、うん、だからそのなんか蚊に刺されの治し方もなんか野生すぎるし、誰来たって弟来ました。マジで本当に聞くから、いや、うん、そうかもだけど、うん、そうかもしれないんだけどちょっと野生すぎるかなみたいな、はい、恋バナより毒ダミで盛り上がるまだ恋は早かったかちなみに私が今お腹に置いてるこれは父の日&父の誕生日に私があげたやつです。知ってた、うん、日向がプレゼントしたって。うん、知ってた。知らなそう。え、知ってたよ。あ、そうなんだ。でもパパがあのなんだっけ、でかい、あ、ヨギボーの方が良かったって言ってた受ける。でもなんかヨギボーのなんかネックピローにしようかなとも思ったんだけど、うん、そしたら多分周りに取られちゃうなって思ってやめた。周りに枕しないそういうことじゃないよ。まあヨギボーの方がいいよなって。はい、でもなんかママリンにはなんかチョコレートをあげたんですよ、母の日に。だからそれと同じ価格帯にしないと2人が喧嘩しちゃうと思って。そんなことないよ。え、でも絶対気にするでしょ、パパリンにヨギボーあげたら。全然気にしない、わ邪魔と思うんだけどほら喧嘩しそうじゃん、今にも今にも喧嘩しそうじゃないですか。なので私は気を使って、はい、同じ金額帯で探して、なんか父がなんで足怪我してたんだっけロンチの散歩の時にこけたで足怪我してたんで、なんか、はい、なんか足置きみたいな優しいやつをあげました。優しいこれは喧嘩するなってコメント来てますよ。え、誰と？ママとパパリンが。パパが、うん、え、しないよいつもしてるじゃん。してないよ、全肯定してるそうだよ、だって今日だってさっきもさ、パパリンのことめっちゃペシペシ叩いてさドメスティックこのドメスティックバイオレンスってママリンが言われてたんですそしたらそうだよそうだよ全肯定やだ、なんかやだ私の家ってとりあえず否定しない、はい、そうなんです、そんな感じなんですよ、うちは明日楽しみだね。なんと明日はスペシャルな浴衣が着れるらしくて、はい、すごい楽しみなんです。ワクワク、ドキドキ、ワクワク、どんな感じなのか全然わかんないもんね。ねえ、単物だけそうイメージがわかんない。スペシャル浴衣なんです、明日のために。単物からはい作っていただいたスペシャル浴衣でめっちゃ楽しみ。髪型どうしよう、迷うな。イオブヤマみたいなやつにするマジで笑えない今想像した、想像すんなし想像すんなしザケリンみたいなのとかもあるけどね。ないよ、どういうこと、サケリンみたいなのもあるけどねないから、候補に全然本当にないから、ふざけないで。ツインお団子とかどう、ほらコメントの方がよっぽど頼りになります。え、何団子、ツイン団子。あ、ツイン団子、あー可愛いかもね。サケリンみたいなの楽しみ
なんでそうやって母のことを持ち上げるコメントばっかりするの？今日全部そうだよ。本当にチームサニーの人めっちゃいい人たちばっかり。一部母に忖度して、ママっていつも自分で言って自分で受けてるの？つらつら。違うよ、そこはそうだよでしょ。そうだよでしょ。ぐさぐさぐさ。そうだよって言ってよ。違う違う、そうだけど。そうだけど。ねえ、つらって。肯定が流行ってるみたいなので、はい。そうだよって言ってよ。そうだよ、自分で言って自分で受けてるんでしょ。そうだよ、そうだけど。それが肯定の3段階3段活用。全然わかんない、全然わかんない。肯定の3段活用。そうだよ、本当に意味が伝達してこない。結局肯定してるのに嫌な人になる。うん、本当にいつもなんです、いつもなんです。そうだけど。いきなり肯定の三段活用、ぜひ皆さんも使ってみてください。使うところないか。そうだよ。そうだよ、使うところないけど。それがそれが最後高飛車。使います。実家に帰ってきてリラックスできていますか？これはリラックスの形ですよね。さすがに。何？え、これでしょ？え？ねえ、本当に意味わかんない。はあ、なんか母ってなんか。すごい中学生男子みたいな脳みその持ち主で、だからしょうもない下ネタとかでずっと笑えるんだよ。お笑いもね、下ネタじゃないと笑えない。最悪だよ。リラックスしすぎてて見てていいのか不安になる。不安になって、下ネタ好きなんだ。はい、そうなんです。なので本当にしょうもない下ネタを思いついたら私の母親に教えてあげてください。はい、ねえ。ねえ、ロンちゃん。ねえ、ロンちゃん。ロンピ静かになったね。うん。もう眠いのかな。疲れたんだね。あんなに暴れちゃってね。ね。うんうんうん。そんな感じですかね。明日朝早いのでもうお風呂に入って寝て準備したいなと思います。はい、明日はね、村上の朝めっちゃ早いですから。もう今日の 夜中からね、お祭りで動いてるからね。はい、もう祭り本気勢は、祭りガチ勢はもうオールナイト、オールナイト村上大祭だもん、ね。はい、楽しみだね。晴れるといいね。うん、晴れるっていうか雨降んなきゃいいなって感じだね。でもガチ勢は降ってもフィーバーしちゃうからね。うん、降ったっていい。降ったっていい。降ったっていい。うん、楽しみ、ね。そうなんですよ。私も村上大祭に今年も参加できるっていうのがすごい嬉しくて楽しみにしてたので、はい、みんなと一緒に楽しみたいなと思います。私も行きたかったんだね。うん、あ、じゃあ YouTube を、 YouTube でご覧くださいませ。多分アーカイブも残ると思うので、うん、はい、見てください。うん、今年まだ露店行ってないもんな。今日行けてなかったから。でも今日からすごい賑わってたってね。なんか写真で見たよ、あの村上氏が X で上げてたやつ。めっちゃ人いたね。やっぱ土日だからかな。ね、でもなんかこの7月7日っていう
なのがいいかなと思って、第何曜日とか言うより。確かに、うん、いいですね、うん、7月7日てかもう7月なんだね。早いね。ねえ、早いね。びっくりですよ。ロン君も一緒に出演するのかな。ちょっとそれは無理かもですね。大興奮しちゃいそうだしね。暑いし。暑いのがね、多分かわいそうだからね。そうなんですよ。もう今年半分終わったのかって。そうですよ、もう下半期。下半期の抱負はありますか、母上。おー、健康第一です。つまんなつまんな一番大事だけどつまんな。お年頃なんだって。そうだよね。ねえロンチ。あ、ロンチ来た。ロンチも健康第一だよね。ロンチまだ口はされてたんだだってうるさいからちょっとおとなしくしてて。そうだよね。これは忖度したとしてもつまんないやっぱりつまんないのは母譲りだったか。じゃあ何が正解なんですか。でもこれまたびっくりなことに、うちは父もつまんないんですだからもう私に面白さなんて求めないでください確かにそれは辛いね。そうだよ、もうおもんないとおもんないから生まれた超おもんないなんで、はい。マイマイプラだから。何マイマイプラあ、マイナスかけるマイナスはプラスってこと。そうそうそう、足さないでねかけてかけ算ね。かけ算になったらプラスになる。両親ともにかって。そうなんです本当に。でも最近なんかすごい、え、ひなたおもろいねみたいななったことあって、うん、びっくりしちゃった。なんか周りがすごいウケてて、なんでそんなにウケてるんだろうと思って、その人の周りつまんない人しかいないのかなって思っちゃったその人たちの周りつまんない人ばっかりだから私なんかでこんなにウケてんのかなってかわいそう。たまにおもろいって。狙ってない面白さはあるね。あるのかな。ハードルが低かったか。ハードルが。でもやっぱり48グループってみんな面白いからそれに慣れちゃってんのかな。うん、そうだよ、みんな面白すぎるもん。面白すぎるよ。だって今の MC とかめちゃおもろい。なんか切り取られたやつが流れてきてる。もっと切り取りでさ広まってほしいよね。ひなちゃんのエピソードが強すぎて。あのさ、ひなちゃんがさ今日かな昨日くらいにさ X でさ載せてたさ、カホのさお見送りのさ、うん、動画が載ってたんだけど、カホが卒業して新潟出るときお見送りするためにね、スイカピッてやったら、あの普通のスイカじゃお見送りできないから止まっちゃって、なんかすごい寂しいとか言ってたのにガッてガッてなって。後で見てほしい、マジで可愛かった。可愛いね。そうなんです。あ、それ今日の MC、 公演 MC でネタになったのよ。あ、だからひなちゃんが載せてくれてたんだ。あれマジでおもろすぎて一生見てる。最高だよかいちゃんって本当にいいんだよな。みんなあんなにエピソード強いんだろうね。ね、本当だよ、ね、なんかのリハの時に、あの両脇の先輩の足踏んだっていうのも大好き。かいちゃんってね本当にねおもろいんだよ。しかもなんかあの全部わざとじゃないので、わざとじゃないのも分かるから、うん、なんかすごい好きなのそれわざとやってたらちょっと引くよでもなんかかいちゃんが加入したての時とかはなんかまだどんな子かその分かんない状態だったから、なんか
やばいかもみたいな、ちょっと一気の中でざわついた瞬間がかいちゃんにね、それそのことはね、卒業前にね、なんか実はあの時なんかちょっとざわついたんだよみたいな話したら、なんかみたいなそんなことしてましたっけって言ってんだよ。そうだよね、覚えてないよね大好き本当に可愛いね、うん、面白いんですよ、最高なんです。でなんかまた ひのちゃんもね、ひのちゃんね、ええひのちゃんね、ひのちゃんひのちゃんね、ひのちゃんでしょ、ひのちゃん、ひのちゃん、えひのちゃんのさうん、いいよいいよ、えひのちゃん、ひのちゃん、ひのちゃん、それってさ、ひなたのことひなたちゃんって言ってんのと一緒だよひなたでしょ、うん、ひなたちゃん、でもさ、でもさ、地元の友達で一人だけ私のことを一生ひなたちゃんって呼ぶ子がいる。あー、なるほど。でもその子しか呼ばないじゃん、私のことひなたちゃんっていうイントネーションで。母上、わざと？わざとじゃない。あ、わざと。あの、なんだっけ、名字が日野さんっていう人がいて鼻水出ちゃいそうになっちゃう。なんとなくそのイントネーションがもうなんか身についちゃったのかもしれない。あと、母はいつもビスのこともビスって。うん、ビスビスねいつも直されるよね。でも直さないんです、固くなに頑固だから忘れちゃうの。あの、私って頑固と頑固から生まれた頑固だから頑固ちゃん昔じゃなくて今もあるんじゃないの、わかんないけど、ドスドス走ってくるNHK のね、骨のリボン道徳で見るやつね。はい、そうなんですよ、本当に遺伝って怖いですね。突然変異だよ。どの口が言ってるんだどの口が言ってるんだ。はい、というわけでもうお風呂に入って寝ましょう。で11時から日向祭りウォッチングも始まることだし、 そうだその前にインスタグラムもぜひチェックしてもらってよろしくお願いします。ちょっとね、正直なんかここ最近一気にガッとテーマパークに行っちゃって、あの写真と動画が有り余っているんですよね。だからあのファンクラブのチャットの方にちょいちょい載せていこうと思います。そして明日は浴衣着れるから絶対写真いっぱい撮る。ママリン写真撮って、周りの腕にかかってるからねみんなが欲しい写真が撮れるかどうか、周りの腕にかかってるからね。写真家ママリンが腕の見せ所。はい、明日のために練習してきたんだもんね。そう、それはそう、そうですよね。はい、というわけで、順位読んでいきたいと思います。13位、立山県さケンケアットミニオンさん、12位阪神タイガースさん、11位クキモスタメガネさん、10位リーダーさん、9位シモジュンさん、8位クランデミキンアットサニーさん、7位シュンさん、6位イカチさん、5位トットさん、4位マッチンさん、3位カメアットサニーさん、2位ミチナマルさん、1位サトエさん、ありがとうございます。皆さん明日いらっしゃるんでしょうか。なんか今日からもう来てくださってる方も X 見たらちらほら、そう、あとチャットの返信でも、もう新潟移動してるよっていう方もいらっしゃったりとかして、ありがたいね、本当にありがとうございます。お、なんだっけ、お茶ツアー追加みたいなね。いつまでですか。ちょっとリポストしたのでそちらの方を見てください。あと、もし皆さんカメラ持ってる方いらっしゃったら、ちょっといい感じに隙間から撮ってもらえたらいいな。明日
カメ子的な感じで、そしたらそのお写真とかも使わせていただけたら最高、嬉しいけどな。じゃあ明日は写真対決だですね。出すね。すごい喧嘩売ってますよ。喧嘩売ってますよ、うちの母親が皆さんに。写真対決出すね。ちょっと滑舌甘いところも受け継いじゃってるんだよな。なんだっけこれ。ハッシュタグ。写真対決出すね。ない。その出すねは、あの写真を出すよの出すとかけてあるから、かけてあるから、また噛んだ。あ、もうダメだ。ハッシュタグ、いや、ハッシュタグほんま日向だけでいいです。写真対決出すね、ハッシュタグかけてもう何言ってるか分かんないので大丈夫です、喋んなくて。ああ、喋んなくて大丈夫です、ありがとうございます。全然払いたくないです。一人で笑ってるの好きって、優しいね、よかったです。はい。絶対に負けられない戦いがここにある。出すと出すをかけてるのって、あ、優しい、優しい、そんな優しいコメントしなくていい、しなくたっていい。ひなたんお邪魔しました、明日お祭り楽しんでねって、ありがとう。むしろひなたん黙って、なんでなんでなんでなの。びっくりして携帯落としそうになっちゃった。はい、というわけでじゃあまた明日お会いしましょう。